え皆様、本日は大変お忙しい中、第48回日本女子プロゴルフ選手権大会、コニカミノルタ杯記者発表会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます今年132人、トップ選手たち出ますけれども、本当、日本の中の日本一を決める大会として、どんな選手が活躍するのか、昨年は鈴木愛選手が非常に素晴らしいえ記録を打ち立てました。今年も皆様 ぜひぜひですね、たくさんの記事を書いていただき応援していただけたら大変嬉しいです。ありがとうございます。グリーンの形状が本当に難しくて、あの小分もたくさんありますし、本当に傾斜が強いので、あのつけるところによったら本当にフォーパッドとかあると思うんで、全ホール下から下から。 といいいいう形で攻めていければいいスコアが出るかなと思います、はい、若くしてあの勝てたっていうのは本当に最高のことですしその初メジャーが初優勝だったので本当に嬉しいし連覇する確率は本当に低いと思うしあの大変む普通の試合でも難しいことなんですけど。 しっかり仕上げて連覇目指したいなと思います、はい、ありがとうございます